プロスチームの特徴は、障害を持ったチャレンジドデザイナーと私のようなプロとの競争です。まず最初は、アート作品を制作するワークショップを開催して、一緒にアート制作をします。その際に、例えば今回ですと、海とか空とか波、あとはウィンドサーフィンのカラフルなセールなど、こちらでテーマを決めて、あと画材とか色彩、絵の具ですね、具体的には絵の具ですね、まあ、こちらで用意をしてワークショップに臨みます。その後は僕の仕事で彼らが制作した素材をより活かし、今回のウィンドサーフィンというお題に合ったデザインというのを作っていきます。出来上がったデザインにチャレンジとデザイナーの気持ちとか息遣いまでを反映したいと思ってますし、実際見ていただいた皆さんにも感じていただけると思います。そしてクロスチームの制作においては予期しない創作作品が生まれます。チャレンジドデザイナーのみんなに、今回のテーマであるとか今日は何を描こうねということの情報を伝えることはとても大変です。でもその大変さを忘れてしまうような思いもよらない傑作が毎回生まれます。この化学反応がチャレンジドデザイナーとの競争の醍醐味だと思います。チャレンジドデザイナーのアート素材っていうのはとっても伸びやかで鮮やかで清々しい絵柄が多いんですね。で、それを今回は自然相手のスポーツであるウィンドサーフィンのイメージ、これとうまくつなげるように心がけました。彼らの多くはウィンドサーフィンはおろか、海に入る機会すら稀です。でも今回は本人たち自身ではありませんが、彼らが描いたアートが、こんな機会にウィンドサーフィンに関わることができて、チャレンジドデザイナーそしてそのご家族、もちろん僕も本当に心より感謝しています。今回のデザインに触れた皆さんが、彼らのような存在が生き生きと輝く機会がこの世にあるんだということを知っていただき、もっと社会に広めていただければ本当にありがたいと思っています。